港区赤坂のアークヒルズでの訓練は、バスジャックをしたテロリストが商業施設の広場でバスを止め、人質を取って立てこもった想定で行われました。銃を乱射するテロリストを警備犬を使って制圧して、機動隊員らが身柄を確保したり、消防隊と連携して怪我人を速やかに搬送したりしました。また爆発物処理班が現場に放置された危険物を撤去するまでの流れなども確認しました。